マシンの耐久性だ。全世界からトップレベルの X ドライバーが集まり、激しいレースを繰り広げるんだからな。それ以外にも目を向ける必要があるわ。会場はアメリカ、気候も食事も日本とは違うはずだもの。さすがはローナさん。そうだよな、コンディションも考えなきゃな。どうしたのリサ、さっきから考え込んじゃって。マシン、ホテル、コンディション、そんなものはどうでもいい。え？何よりも検討を重ね、討議しなければならないもの、一番大切なもの、それはコスチュームよ。コスチューム？わかった、快適な走りを可能にするレーシングスーツだ。 No。 レーサーの体調をベストに整えるスウェットスーツか何か。 No。 じゃあなんだよ、リサの言うコスチュームって。女王。え？私はサーキットの女王、サーキットの美しい花になる。そう、世界大会でデビューするのよ、レースクイーンとして。レースクイーン？思い出すがいい、 X ドライバーズレース日本予選を。そういえば予選ではニナさんとレイさんの二人が。俺たちのチームのレースクイーンを務めてたっけ。イエース、アンド釘付けにしたわ、サーキットの全ての男たちの視線を。そこで私は考えた、全世界の人々が注目する世界大会でレースクイーンとなれば、7つの大陸の男たちの視線を釘付けにできるのよ。そしてついに完成させたわ、構想10年、制作費3000万、究極にして絶品のレースクイーン用コスチュームを。見よ、美しい私をさらに美しく見せるこの偉大なるコスチュームを。偉大なるはいいけど、なんで2着もあるんだよ。あの、私とローナ2人で着るからに決まってるじゃない。ローナさんが。さあ着替えるわよローナ。え、あ、いや、あの、おい、リサ。じゃじゃーん、どう、見て見て、ソイチ。なんだよそのコスチューム、肩や胸を思いっきり出して、お腹や背中のところが大きく開いてて、おまけにすっごいミニスカートで。結構いいかも。え、ローナさん。私を見てる。なんでなんでなんで男どもの視線がローナに集中してるわけ。こら、みんな私を見ろ。でもこれって結構いいかも。